ハーラ、例のもの完成したんだって。やあやあ、お待たせして悪かったね。ではお披露目といこう。じゃーん、これがフェイスドロップの機能を拡張し、邪神の体内に侵入することを可能にする、その名もフェイスドロップカイサー。なんかフェイスドロップそのまんまだけどだろ、この美しい見た目を損なってはいけないと思ってね。機能リンクの作業だけならば3日で終わったんだけど、見た目の調整に夕べまでかかってしまったよ。だったら待たせんなよ、使えればいいんだよ、使えればこれだから美意識のない人間は困るんだ。まあまあ、何はともあれ完成したのならそれでよしとしておきましょう。このフェイスドロップカイを使って邪神の体内からティアラさんを救い出す、大事なのはそれだけです。まあな。残る問題は邪神の居場所か。そうだな、調べてもまるで分からなかったし。いやー、探しましたよ。人探しは得意な方なのですが、苦労しました。ハイガ、何しに来たんだお前。まさかまだドルファに。いえ、ドルファは辞めました。私も命が惜しいですからね。社長代行もあっさり辞表を受け取ってくださいましたよ。ただファング社長にはもう一度お礼をと、先日いただいた温泉まんじゅう、子供たちにも神さんにも随分と好評でしてね。あれは絶品でした。そうか、よかったね。お返しにというわけではありませんが、今の邪神の居場所を突き止めておきました。辞表を出す前に幹部専用の情報網にアクセスしてね。地図に書き起こしておきましたので、これをどうぞ。ハイガ、お前、何としても邪神を、そしてドルファを倒してください。これがバレれば私も狙われる立場ですので。ああ、約束する、オンに切るぜ。それでは、私はこれから再就職先を探すのに忙しいもんですから。俺の温泉まんじゅうで邪神の居場所がわかるだ、何が幸いするかわからねえもんだな。それぐらいうまかったってことだろ。よっしゃ、これで必要なもんは全部揃った。邪神のとこに乗り込むぞ。フェイスドロップ回の扱いは私に任せてくれ。準備ができ次第出発と行こう。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。Thank you.
いかにもって感じの場所だな。ねえ、思ってたんだけどさ、また罠ってことはないの？あのパイガってやつがまだドルフにいるのかも。大丈夫だ、それ。ずいぶんな自信だ。何を根拠にそこまで言う気？温泉まんじゅうが好きなやつに悪いやつはいねえ。もう根拠が分かっていないな。まあ、仮に罠だとしても、僕たちが得た手がかりはここだけです。ならば、行ってみるしかないでしょう。しっかり、補欠にいらずんば孤児を得るじゃからな。いいかい、邪神を見つけても戦ってはダメだ。見つけたらすぐに私がフェイスドロップ回を起動する。それで邪神の体内に潜入できるはずだ。それで中にいるキアラを助けるだろう。分かってるよ、今さら言われなくても。行きましょう、今度こそ必ず。ああ、キアラを助け出して邪神をぶっ潰す。奴らは人間牧場で大暴れして囚われていた人間をみんな解放してくれましたからね。もっとも攻めくを受け続けたおかげで体がまともに動くようになったのは最近のことですが。だとしたらあなたにとって奴らは恩人ね。その奴らを邪魔して私を助けた理由は何なの？あなたを人間牧場に送ったのは私なのに。あれは俺のミスのせいです。マリアノ様を恨んではいません。人間牧場で攻め子を受けながらずっと考えていました。ここで死んだとしてももう一度生まれ変わることができるならばまたマリアノ様のために働きたいと。俺の望みはそれだけです。マリアノ様のために生き、マリアノ様のために死にたいんです。そう、あなたもとんだマゾヒストね。かもしれません。でもそれでも許されるのならどうか今一度おそばに置いていただけませんか？私のために死にたいと言ったわね。はい。ならば死んでくれる？ええ、喜んで。ありがとう。その代わりあなたには私と一つになる栄誉をあげるわ、ザギ。本当ですか？おそらくそうせねばもはや止められない。それはどういう意味で？ついてきなさい。事情は向かいながら話すわ。はっ。始めるぞ。ザッシュ！
こう。見事。は。飛ぶ。は。飛ぶ。何ができる。あの時はまだ覚醒したばかりで邪神の力は高まりきっていなかったが、今は違う。今度こそ骨一本残らぬよう存在を消してやろう。へっ、そうはいくかってんだ。ハラ、分かってる。フェイスドロップ回起動。またしても女神の力か。邪神よ、奴らを消せ。そのまま邪神の口の中に飛び込むんだ。ああ、行くぞ。バカだ、自ら飛び込むとは。そんなことをしても邪神に吸収され死ぬだけだ。何が起こっている？まさか奴ら邪神の体内に入る術を得ていたと。いや、そんなはずは。これが邪神の体内？なんかもっとドロドロしてるかと思ったけどな。実に興味深いね。おそらく邪神は私たちとはまた異なる次元の生物ということなんだろう。いや、あるいは生物ですらないのかもしれないな。思念体や概念体というべきか。あー、サンプルを持ち帰って調べたい。研究熱心なのは結構なことですが、後にしてください。いつまでここにいられるかもわからないでしょう。そこは心配ない。何せ女神の力を引き出すフェイスドロップ様だ。活動限界は存在しないよ。ただ外から邪神が何かしてくる可能性はある。むしろ気をつけるのはそこだね。何か来よったぞ。何？体内に入った異物を取り除く防衛機構かな。人間でいうところの白血球みたいなものだろう。つまり敵か。ならば切るのみ。パパッとやっちゃおう。あんな奴らに構ってる暇はねえな。振り切ってティアラを探すぞ。全力で行かせてもらおう。行く。アタックリーフ。リーフリーティア探します。ハッシャー。ボコるぜ。行きます。任せろ。せめてもなぜか。痛みが始まり、眠れ。任せておき。どうしてどうした。準備した。負けたのです。反応しましたか。私の番。変えない。それが攻
攻撃か。無駄だっつー。僕ですね。キッシュ。やっしゃ。その。こちらにも見当たりませんね。まさかすでに邪神の中で妖怪しているのでは。赤い裏、あいつはそんな簡単にくたばるような玉じゃねえ。お前だって知ってんだろ。だいたいキュイだってここにいるじゃねえか。キュイキュイ。そもそもティアラってのはな、すました顔してるが根性悪で品性下劣でふてぶてしいクソ女なんだ。しぶとく生き残ってるに決まってんだよ。邪神？収まったか。とにかくあのクソティアラを探し出すんだ。手間取らせやがって根性ババイロ女が。また邪神？また収まったか。邪神が移動でもしておるのかな。ティアラのバーカ、どうしたのハーロー。急にな。るほど。なるほどってなんだよ。ティアラ君はまだ生きてるようだよ。さっきからティアラ君の悪口に反応して体内が揺れているからね。そういえばどんな形であれ少なからず意識が残っていると考えていいだろう。まだ希望はありそうだ。安心しました。ならば急ぎましょう。剣の力いけますよ。さっさと先行くぞ。